星の民ベルゼバブ、お前もまたこの世界に混沌をもたらした要因の一つ。もしくは破壊の妨げとなるのならば、優先度を繰り上げよう。お前を先に破壊する。そう来なくてはな。余は神を打倒し、比類なき絶対者、時空を滑る至高の王として君臨する。私を前にして戦意を奪っている。恐れを知らぬ者ほど恐怖を振りまく。特別危険因子と認定し、ベルゼバブを優先して排除する。ベルゼバブは私が抑えます。その間にあなたたちはルシファーを。この声はおふくろさんの声が聞こえるぜ。私の意志はもうすぐ消えてしまいます。でもその瞬間こそあなたたちの本当の戦いの始まりです。未来を取り戻す最後の戦い。だからさあ、剣を構えなさい。私たちの剣で未来を取り戻す。ピーちゃん、ルリアちゃん、二人をお願い。ピーさん、未来などない。あるとすればそれこそが終末。得意点なの、破壊の竜だの、因果だの、これほどまでに荒れた世界が向かう先に安寧も安定もあるはずがない。終わりのないカオス、闘争を繰り返し枯れ果てるのみの世界。それの何が面白い。面白い面白くないの問題じゃない。そうだよ、自分勝手に空に終末をもたらすなんて誰も許さない。お前はここで倒す。その威勢の根拠は、ベルサシアとやらもどこへやらだ。力で劣るお前たちに勝算はない。まったくナンセンスだ。この声知ってる。貴様は自分だけで戦うことが君らの強さではなかったはずだ。俺が君らにこんなことを伝える日が来るとはな。天使が復活したんですね。これもおふくろさんに託された未来の一つってわけだな。君らの戦いは因果の果てから全て見ていたよ。天使復活にあたっての春巡もだからこそ、まずは感謝。その苦悩と決意の末で今俺がいる。そして俺がここに呼ばれた意味、役割を果たすことを約束しよう。ルシファーを倒す。ありがとう、サンダルフォン。この世界を守るために力を貸してほしい。ああ、天使長の力でサポートする。団長は攻撃を。分かった、行こう、グラン。うん、来い、ここで全て終わらせてやる。この再戦をもって因果を超えてやる。
せず、くだらん。すべて破壊し、超越してみせよ。アクション。失われた。団長、このまま押し切れ。これで決めるよ。まだ倒れない。犯罪区では倒れない。絶対的な力を消し去ってくれ。ルシファー、お前の描いた終末は訪れない。私たちは未来を繋いでみせる。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、闘争を繰り返すだけの世界、存在理由があるというのか。アクション。力の差だ。出して終わりを待つ。力の差を教えてやり、世界は守るに値すると。消えてもらう。終わらせましょう、これまでの全ての戦いを。何が終わるという。気に食わん。
何もかも、そうやって意に沿わぬ事象をことごとく拒絶していれば、真に孤立していくだけだぞ、ルシファー。俺に説教を。うるさいのは、その忌々しい羽だけではなかったか。やっぱり、得意点二つってのはきついって。ばあさん。ベリアル、起き上がれるのなら、俺の役に立て。それに、らしくないぜ。因果を超えるなら、先に得意点じゃなく、神の化身を始末するべきだった。優先順位を見誤ったと。お前も俺に意見するのか。何が起きた？戻ってきたか、グラン、ジータ。君はカタリナか。それにダンの皆も。サンダルフォン、今こうして君を前にするとなんだか不思議な気分になるな。天使の権限はなったか。しかし、どういうこと？リンが、母さんがまだあそこに。竜の巫女は使命を全うした。天使はこちらにありながら、巫女はあの空間でルシファーらと戦い続ける。理想的に落着したのではないか、コバエどもにとっては。なわけあるかよ。おふくろさんに負けてぶっ飛ばされたくせに偉そうにしやがって。しかし、お前たちが乗り込んだパンデモニウムの空間の歪みは消えてしまったようだ。察するに、ルシファーらは敗走した者と同義なのではないか。お互い手が出せなければだが。みんな無事に戻ってきたしね。ああ、まあ、リーンちゃんを除いてだけど。ジータ。当代の天使長として改めて礼を言わせてほしい。ソラは君らに再び救われた。俺は君らの悲しみがどれほどか完全に理解することはできないが、似た者は知っているつもりだ。それにこれだけははっきりと言える。君らはソラにとって正しい行いをしたと。だから胸を張ってこの空の新しい未来を歩んでいこう。空の未来。あなたたちの未来への架け橋になりたい。親としての責任を全うしたい。僕たちは乗り越えるよ。誰にも負けない、絶対に。この身に与えられた竜の炎は世界を焼くためではなく、あなたたちの行く先を照らすために。母さんはいずれにせよこの世界にはとどまれなかった。それに母さんと戦うことにもならなかったし、僕とジータを助けてくれた。だからこれでよかったのかもしれない。